皆様こんにちは。発表項目が3つございます。まず浜岡原発5号機の運転再開についてでございますけれども、先ほど中部電力の水野社長に連絡を差し上げまして、再開を容認いたしますという旨をお伝えいたしました。ただし安全安心を確保するというそういう観点でから現在国が進めていらっしゃいますところの耐震バックチェックの審査ができるだけ早期に完了することが望まれているということです。それから、地下構造の特性調査におきまして、低速度層の解明にさらに努められるように要請いたしました。そしてその調査結果が国が行う耐震バックチェック、これは新しい耐震設計審査指針に照らした耐震安全性の再評価のことですけれども、この国が行う耐震バックチェックにそれが的確に評価反映されること、そしてもし国の審査におきまして対処が必要となった事項には直ちに対応していただくように要請いたしました。それから昨年、法令及び法案規定が違反されるということがございましたので、そうした法令及び法案規定に遵守をしっかりされるように求めました。そして引き続き発電所に関する情報開示の徹底に努めていただくよう、さらに一般県民に分かりやすい丁寧な説明になるように求めたところでございます。それを約束していただいたわけでございます。私どもがといいますか県が5号機の運転再開の条件として求めてきましたのは想定東海地震に対する安全性の確保です。国の方いわゆる原子力安全保安委員の方は専門家によるワーキンググループを1年以上にわたりまして17回開催されて中部電力の報告を丁寧に検討せられて、そして安全上支障がないという見解を出されました。私ども県におきましては国や中部電力の見解につきまして県防災原子力学術会議原子力分科会の専門家のご意見を伺うとともに独自に再点検をしてきたわけでございます。その結果想定される東海地震に対する安全性の確認としては納得できると判断いたしました。先ほど申しましたごとく県民のより一層の安心のためには国の耐震バックチェックの審査ができるだけ早期に完了することが望ましいというふうに考えております。第2は富士見の祭典についてでございます。今年は富士山の日2月23日を中心に県をはじめ市町民間団体等により昨年どの137件を大きく上回る1月20日時点で260件の協賛事業行事施設無料化などの富士山の日関連事業が予定されております。多くの県民の皆様の参加をいただいて盛り上げてまいりたいと存じます。富士山を最も美しく仰ぎ見ることができるのは12月末から1月2月のこの時ぐらいまでですけれども、早春の2月19日から23日までを富士見の祭典と位置づけまして富士山の日の理念や世界文化遺産登録実現に向けました機運の一層の醸成を図りたい、そして富士の国づくりこれの取り組みを広く発信するつもりでおります。富士見の祭典を機会に富士の国のさまざまな祭りやイベントなどを結びつけまして富士の国祝祭年間が始まります。2月23日をもって富士の国の芸術年間の開始日といたします。この度四季折々の文化芸術の催しをはじめ地域の祭り
旬の食材など富士の国を彩る魅力を掲載する新情報誌アトリエ富士の国、これはアートとソムリエ、これを造語した本県の芸術的感覚の優れた人の造語でありますが、どなたが作ったんでしょうか。まあ、どうかあの特定できませんけども、このアートソムリエアトリエ富士の国を1月末に発行いたしまして、県民の皆様に広く紹介してまいる予定でございます。この富士山の日というのは富士山憲章に基づきまして、富士山の自然歴史文化などについて深く学び、そして考えてその思いを新たにする、これを県民運動にしてまいりたい。それをもって世界文化遺産への機運を盛り上げていくということでございます。富士見の祭典それ自体は2月19日の土曜日から23日まで当てておりますけれども、富士山の日当日は富士見の式典といたしまして、参加者の皆様と富士山の世界文化遺産登録の早期実現に向けた決意を新たにするとともに、新しい総合計画に基づく理想郷富士の国づくりをスタートする日としております。またこの日には海外の招待者、国内の招待者、県内の招待者を、とともにお祝いをしたいというふうに思っております。プログラムなどにつきましては追って皆様方にご紹介を差し上げます。かなり詳細なものが出来上がっております。3つ目の発表項目でございますが、春の食の都仕事人ウィークの開催でございます。2月23日の富士山の日にちなみまして、2月19日から27日までの9日間春の食の都仕事人ウィークを開催いたします。この催しの実施主体としてご協力いただきますのは、静岡県産の食材を積極的に活用して本県の農林水産業や食文化の振興に、貢献して、くださっていることから、昨年の11月の末に富士の国食の都づくり仕事人として表彰せられた料理人および菓子職人の方々でございます。この方々に対しまして、この催しへの参加希望を募ったところ126人の皆様、6割強の皆様からご参加いただけることになりました。これは冬から春への移り変わりに、おいて得意な旬のものを活用できる方々が6割強ということでございます。それぞれ料理人、お菓子職人、季節において独自性を発揮できる、それぞれの、時期がございまして、春夏秋あるいは冬という時にまた他の方々にもご参加賜るということになっております。でこの春の食の都仕事人ウィークの期間中は、この126人の仕事人のお店では県産食材を使って早春の富士山をテーマに料理やお菓子を提供してもらうので、ぜひご家族友人の皆様ご一緒に、富士の国の旬の食を料理人の手で見事に盛り付けられたものを味わっていただきたいと存じます。本日お手元にお配りしておりますリーフレットは、参加する仕事人の料理や使用する県産食材等の情報を掲載したものでございます。 JR 東海の各駅や県の総合庁舎などにも配下する予定でございますので、ふるってご利用いただければと存じます。以上、私の方から用意いたしました発表項目3点について申し上げました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。それではただいまの発表事項について質問のある者お願いいたします。
すみません、朝日新聞の長谷川です。浜岡原発の再開了承についてお尋ねしたいんですが、先ほど知事はバックチェック、国のバックチェックが早く終わることを希望するという発言がありましたけれども、これまでも地元の説明会とか、あと不安視する方からはバックチェックが終わった後で判断してもいいんではないかという声も随分と聞かれたんですが、今回知事が最初判断をする上でですね、バックチェックの終わっていないということはどういうふうに判断されたかを教えていただけますでしょうか。はい、低速度層と、いうものをさらに綿密に調べるという今調査を中電力をなさっておられます。でこれまで昨年の8月に中部電力が独自に低速度層のというか、5号機が特段の大きな揺れを示したと、426ガルというそういう数字を示した、その原因について地質を調べるという、これをされてきたわけです。でこれのも報告書が出て、でそしてそれに基づいて、国の保安委員としまして、検査をされ OK という結果が出たわけですけれども、さらにですね、もっとしっかりとこの低速度層の位置関係について、調べる、ということを今されているわけですね。差し当たって、東海地震、想定される東海地震につきまして、この間、ボーリングをいたしまして、大体震度200メートルか400メートルぐらいのところに泥岩砂岩というものがあって、それが5号機のほぼ真下から東に向かって上の方が凹凸状になる形であるということが分かっています。でそうしたものが東北方向から来る地震波に対しまして、そこで集約される形になって上に増幅した形で地震波が伝わって揺れが大きくなったということがほぼ分かっているわけですね。しかし、この低速度層あるいは国の原子力保安院の方は低速度帯という言い方をしています。同じことですけれども、ここについてさらに、その広がっている権益といいますか、こうしたことをチェックをし、そして仮に波が来た場合にその増幅度が今のところ 2. 数倍ということになってますけれども、それが確認されるようにということで、中部電力のいわば再々チェックをされておりますので、それを今度しっかりと報告をして、国がそれをさらに綿密にチェックされるという、これは念押しの今バックチェックという体制に入っているということでございますので、昨年来ると言いますか、今年初めに、保安院の方から我々の方に、あるいは中電力の方に説明がございました。安全上支障ないということで、9割9分型 OK ということでございますので、ここで再開を容認するというふうにした次第です。すみません、そうするとですね、バックチェックの終了を待たずしても、先ほど想定東海地震への耐震安全性については納得できると判断したというふうなお言葉がありましたが、バックチェックの終了を待たずしても現時点でその他の素材とか材料とか意見から安全性については知事は判断したので了承したというふうに受け止めてよろしいでしょうか。その通りです。ただ国がバックチェックをなさってですね、そこで、要請があった場合にはそれを速やかに実施する、対処するということを文書で求めておりまして、したがってバックチェックが終わった、はい、それで意見書が出てきました、意見書ははいお聞きしましたということではなく、もしその審査においてさらに要請があれば速やかに対処されるようにということを求めております。ありがとうございました。はい、そのございますか。毎日新聞の山田と申します。はい、
今の浜岡の関連で、一つ質問させていただきたいんですが、中部電力はですね、その法令違反、知事もさっき触れられましたけれども、法令違反というところで、いろいろ問題があるかと思うんですけれども、例えば先日も火災が あったりとか、それから勝手に工事をしていたとか、それから点検漏れとかいろいろ出てきてますけれども、その辺の中部電力の姿勢について、知事はどういうふうにお考えになってらっしゃいますでしょうか。これはあってはならないということで、先ほど口頭で水野社長にしっかり申し上げると同時に、さらに文書でも明文化して書き記しまして、法令遵守コンプライアンスはしっかりやっていただきたいということを言ってございます。これは署内の規律に関わることでございまして、法令違反とか保安規則の違反というふうなことは、この再開に際しまして改めてしっかりと守っていただけるように、職員署員に、徹底していただくように求めました。この間の火災、これも、大事なきに至りまして、ほっとしておりますけれども、これも、すぐそのまま報告されました、ね。こうしたことを、これからも守っていただきたいということです。逆にこういう体制が、改められたというふうに、明確に分かるものがない限りは再開はできないんじゃないかというような批判をする方もいるんですけども、その辺はいかがでしょうか。そうですね、これは難しいところですけれども、ずっと1年ないし3年間ぐらい、一切違反がないかどうかチェックしてから、それから、今回の5号機の再開に対して、OK をあるいはノーを言うというふうにするのが適切かどうか、しかし、直接の問題は5号機の安全性の問題です。想定される東海地震に対して現在、脳施設で安全かどうかということですけれども、これにつきましては地震が起こって10日後には調査結果が報告されられて、でそして5号機が揺れが大きいことが分かって、でそれに関する調査を国が命じられて、でそして時を移さず調査に入って、さらに昨年の夏この件に関してさらに一部電力独自で5号機の揺れの大きい原因について調査せられて、でそしてほぼ保安院の方も了承する形でこの調査結果というものが認められたということですね。でそうしたことで5号機の安全ということに関しましては、これは問題ないと、現時点では問題ないということでございます。そこでこれを認めると。ただしこの法令遵守あるいは保安規則の遵守というのは、それはそれとして常に求めなくてはならないものでございますし、それは今回のそういう違反が続きましたので、この点は口頭でも文書でもきつく厳しく申し上げ出したいです。水野社長の方もこの点は自覚をして、その安全安心の基礎としての社員署員の職員の法令遵守を徹底していきたいという、そういう決意を述べられておりました。その他ございますでしょうか。静岡新聞の武田と申します。はい、同じく浜岡原発5号機についてなんですが、知事は前回の会見の時に保安院などがその安全としたその根拠ですとか5号機の揺れが大きかった理由などを一素人として納得できるように自分で検討された上で最終判断をしたいというふうなことをおっしゃられてたかと思うんですけれども、具体的にどのようなその検討というか分析などをされたのかお聞かせ願いますか。はい、原子力安全保安院の、報告書がございます。これは駿河湾の地震を踏まえた浜岡原子力発電所5号機の耐震安全性の影響確認等についてという、ものでございます。それからもう一つ、
中部電力が1月7日におまとめに、あるいはこれ発表されました、駿河湾の地震を踏まえた浜岡原子力発電所5号機の耐震安全性への影響確認等についてという、報告書がございますけれども、これをこの週末にかけて、昨日までというか、今朝まで、しっかり何度も読み直したということで、その結論に至る、論拠とされる実証実験結果というものが、必ずしも専門的な用語が使われているので、完全に、専門用語も含めて理解したというほど、通行はしてませんけれども、専門家の目も経てこの結論に至っているその過程につきましては、事実を挙げて、検証されているので問題ないというそういう、判断に立ち至ったということでございます。それからまた本県の企業危機管理部ですね、小林管理官を含めた方々と、何度も意見交換をいたしまして、そうした中で、中部電力の先ほど申しましたその周辺事態ですね、いわゆる法令遵守であるとかということについて、やはり、こうしたところも含めて、きっちりと、県民の安全安心を確保するために言うべきことを言わねばならないと、いうことを確認して、おりまして、今日それを口頭でも文書でも改めて、しっかりとお伝えしたと、した上で、それを了とせられましたので、私としましては、今これを、ノーという、だけの十分な理由はないということで、再開を容認したということでございます。水野社長にはお電話、そうです、電話で、はい、向こうから電話をいただく形になりまして、私の空いてる時間に電話をしていただきまして、時間を取って言うべきことを申し上げ、そしてそれをさらに文書で確認するので、しっかりとご覧くださいというふうに申し上げました。この会見が終わり次第文書をお渡しいたします。その他よろしいでしょうか。それでは代表質問に移らせていただきます。代表質問本日は2件です。まず1点目、先日知事も長野県の事業仕分けを視察されましたが、静岡県の来年度の事業仕分けについてお考えがあればお聞かせください。で2点目です。静岡浜松両政令市への医療費助成の関係ですから、県の対応をお聞かせください。お願いします。まず長野県における事業仕分けですけれども、先週の土曜日ですか、土曜日ですね、大雪の中を松本空港に降り立ちまして、雪けぶる中を松本県庁に向かいましたが、同席した県役人はいつもこんなのですかと向こうの県役人に言うほど、こちらが晴れ渡っているというそういう冬の景色がですね、向こうの人は向こうの人でこれは冬の景色だと思っている、こちらはこちらで、晴れ渡っているのが冬の景色だと思っているというそういう興味深い県職員同士の、意見を1時間か2時間近く聞きながらですね、向こうの事業仕分けに入った、見に行ったわけです。ちょっと余計なこと申しましたけど、それはですね、県庁職員同士の互いの県についての知識があまりにも知らないというそういう現実を目の当たりにしたというのが、まず、事業仕分けに入った時にですね、予備段階としてお互いよく知らなくちゃならんなと思ったわけですが、さて、事業仕分け、これは本県の場合は100件ほどの事業についてやったわけですが、向こうはその4分の1ほどについて2日間にわたってなさっておられるということでした。でしかも時間が、本県の場合は半時間ですけれども、向こうは50分、若干伸びても1時間弱ということでですね、
なさっておられたので、やっぱりやり方が違うと。本件の場合には、まあ、相当時間が厳しくて十分に意思疎通ができないまま判定されているという批判が1回目と2回目にございましたけれども、私が見た限り、まあ、そうしたものはなくて、まあ、相当、突っ込んだ質問、行き届いた説明ということがなされていたのが印象的でした。ですから、その30分では短い、しかし50分取っていると時間的には、まあ、ある意味で余裕があるとすら思うところがございましたので、少しく本件の場合にも、まあ、いきなり50分というわけにいかないでしょうけれども、まあ、若干時間を延ばしてやるのもいいのではないかと思った次第です。まあ、それから本件の場合と違って、長野県の場合は、今回まあパイロットケースとしてやるということだったようです。必ずしも県議会議員の先生方すべてがこの事業仕分けについて全面賛成というのではなくて、とりあえずまずやってみようというところで始まったものでした。先に県知事としてはマニフェストにこの事業仕分けを入れてらしたので、相当力を入れてらしたと。本県がお願いいたしました構想日本の代表の加藤さん、それから自民党の河野太郎さんも来られていて、でまた私どもの事業仕分けに来られているベテランの仕分け人が入られて、まあ、相当突っ込んだやり取りがなされているのを目の当たりにしたんですけれども、まあ、その中でですね、多文化共生のものにも参加したんですが、まあ、これは実際以上は外国語を子どもたちにどのように教えていくかということが軸になっている事業だったんです。で、心の中でですね、仕分け人がもっと増やしなさいということをなさって、事業仕分けというのが、まあ、いわゆる節約、ないし、カットということだけでなくて、増やすということもあると、名前と実態を合わす形でさらにこの点はどうすべきだというふうな、そういうやり取りも見てまして、私は本件では不要ということがどちらかというと強調されますけれども、まあ、実際は要改善が、さらにもっと事業を伸ばすというところにも入っていると、いうことが分かりましてですね、勉強になりました。でそれ来年に関しましては若干時間を延長するということ、それから1回と2回目の本件における事業仕分けを通じて感じたことは、長野県でもそうでしたけれども、判定人は仕分け人と一緒なんですが、やはりこう聞いていますと、私のようにこう傍聴しておってもですね、その仕分け人イコール判定人がする判定の中身と聞いているものが感じる判定の中身がそうはないと、いうことが分かりましたので、仕分け人と判定人を分けてなるべく多くの方々に、参加していただくというそういう方向性もこの間一応可能性として出しましたけれども、長野県でもこれはできそう、長野県にで、参加してもこれはできそうだという感触を得ましたので、次回はなるべく多くの人々にコミットしていただくと、まあ、これは事業仕分けの目的の一つでもあります。オープンにしてなるべく多くの人々に、県の事業について知っていただいて、意思表示をしていただくという、そういう方向に、今度は乗り出せるかなと。でさらに一言言いますと、この間の先週末の事業仕分けは実は他の地域でもなされておりまして、長野県以外のところでも、まあ、そこに本県が事業仕分け人として向こうで今そのノウハウをマスターしていただいている方が残念ながらその場にいなかったんですよ。別のところの仕分けにして行ってられました。しかしその仕分け人の仲間から聞いたところ、大変に優秀だということでですね、この秋に、昨年の秋に構想日本の方に執行していただいて、そのノウハウをマスターしていただくことも、一線で活躍されて、しかも能力が評価されているということが分かったのも収穫でございました。杉山君でしたね。もう一点お願いします。政令市の方。そうですね、この、医療費助成につきまして、
私は知事になりましてから、いわゆるサミットを中心にいたしまして意見交換を行い、今年度はオープンな形、すなわち、ジャーナリストの方々も聞いていただける形で、議論をして、まいりました。で、これまでのところ私といたしましてはですね、意見交換を通じて原則論は変わるべきではないと、原則論を変えるという判断には至っていないということでございます。政令市は県と対等の立場ですし、さらに本県よりも財政力が財政力の指標はいいということでございますので、財政支援として医療費助成を行う意義は目指せないというのが目下のところの判断でございます。ただですね、コミュニケーションということは大事なので、現在の医療費助成につきまして、浜松市と、静岡市ではスタートした時点が違います。浜松市の方は2年遅れですから、したがって、現在やっている医療費助成は浜松市につきましては向こう2年このまま続けます。で、それは政令市も最初の政令市である静岡市にこれまで6年間やってきたのと同じようにやっぱりするべきだということでするわけですが、静岡市につきましてはですね、これよく調べていきますと、県民として、同じように税金払っているということなんですが、政令市ですから宝くじ収入が22億円あるんです。で、この医療費ですね、子ども医療、母子家庭、重度心機障害者、これ全部入れてもですね、6億円ぐらいです。ですから、財源が他と違ってあるんですね。ですから本当にその、医療費に重点を置くということであれば、それを充当することは十分に可能であります。そうした中で浜松市長と お話しまして、で、それで、浜松町の方はやっぱり政令市というのはこれから特別自治市を目指していく中で、財政的にも、この政策指針としても子ども重点主義を取っていて、2年後に区切りをつけるというのは最もなことであるということで了承をいただいております。静岡市の方は、これはそういう了承はなく、むしろ、独特の論理でですね、論理だとは思わないんですけども、おねだりでですね、金だけ出せというふうな、いうふうにこう理解しておりますものですから、これをそのまま受け取るわけにいかないと。ただし、これはうちには政令市出身の県議会の先生がいらっしゃいます。そういう県議会の先生、それぞれ政令市の市民の皆様方のお意向を代表されて代弁されていらっしゃいますので、これから彼らの意見もですね、相当しっかり今聞いている最中でございまして、最終的には県議会の声に耳を傾けて、本来私がこの県の税金をどこに使うべきかということについて県議の先生方と議論をして判断をするというふうにしてまいりたいと思っています。けじめはつけます。で、そして実質上浜松市とはけじめがついております。要請を取り下げられたわけじゃないんですけども、けじめをつけるべきだという議論に賛同をいただいたということですね。で、浜松市に関しては、そうなんですけれども、ただどういう方向、どういうふうにしてけじめをつけるかについては、これから集中的に県議会の議員の先生方と議論をして、けじめのつけ方を見出したいということでございます。ありがとうございました。それではただいまの代表質問に関する質問がありましたらお願いします。これはですね、電話で数回、面談で
この新年会がございましたのでね、そこででもお話してますので、ですからまあ確認は仕事という感じですかね。他にございましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは、それ以外のことに関して質問ございましたらお願いします。それではないようですので、WS 新聞、読売新聞ですけれども、子ども医療費助成の、子ども手当の地方負担分についてなんですけれども、川崎市や横浜市が予算計上を見送るというような発言を出てますが、川勝知事の対応というのは現在どのようなものでしょうか。川崎市、あるいは神奈川県ですか、の対応とは、同じではありません。私は思想は正しいと思ってるんですね、子ども手当という、今、高齢社会、少子化の中で、しかも子育てに従事している方々というのは厳しい経済状況にいます。振り込め詐欺などに典型的なように、お金は60代以上といいますか、いわゆる高齢者の方に偏してましてですね、ですからそれをこう回さなくちゃいけないと。ただ財源が不足しているので、どちらが財源を負担するかという話なんですね。だから迷惑が子どもにかからないようにと、そして多くのお父さんお母さんの声はともかく助かるという声が多いのでですね、そうしたそのことがベースで、どっちが負担するかという中で、どうしても今年もお願いをしたいというように国が言われてきたので、痛み分けということで、私としましては、神奈川県あるいは他の川崎市ですかのような喧嘩をするという態度は取らないと、ましてや子どものことに関して、はい、すみません。それとあと沼津駅の高架化問題なんですけれども、はいはい、先週 の有識者会議で、はい、知事が必要ないと言われてた貨物駅についてですね、はあ、地域振興の観点からも必要だという意見をまとめられたんですけれども、どのように受け止められていますでしょうか。まだその綿密な報告は聞いていません。まだ途中でしょ。でそれで、独自に、有識者、今考えうる、トップレベルの専門家に議論していただいておりますのでね、読売新聞の記事も読んだと思いますけども、各社の新聞記事を拝読しますと、貨物の方がトラックよりも長距離輸送、また環境に優しい、輸送として、いいと。そのことは中学生でも知ってますですね。ですからそれはいいんですよ。で、問題はそれを沼津にどう落とし込むかということですね。一般論として鉄道輸送の方が環境に、また重量ベースで見ても、たくさん遠いところに運べるということがあります。しかしドアツードアではトラックがいいという面もありますよね。だから今貨物 JR 貨物の長距離輸送についてそのメリットを言われたというのは、それはもう議論の前提だと思ってます。わざわざそれを聞くほどのことではないと、いうことであります。でそれをですね、賛成に取るのはまだ一足飛びの早とちりではないかと、思ってますね。ただあそこで、これ他の新聞社の記事だったかもしれませんけど、その物流というコンセプトですね、これを通常我々がトラック輸送だとか貨物輸送だとか、あるいは船での輸送だとか
こういう観点ではなくて、まあ、いわゆる物の流れというものの、をですね、生産地からこの、供給地、さらに事業者に至るまで全体を物流と考えるという、そういう考え方が紹介してられたんですかね、その中で。これはですね、新しいと思いますね。私自身はそういう考えを持ってるんです。物流っていうのを単に物を運んでいるっていうんではなくて、実は生産過程も物の流れを変えることです。物の形を、流れを通してコンベアを通してですね、変えていくことでございますので、加工を通して変えていくという、これは全部物の流れとして取ること把握することができます。ですから今本件では交通基盤部っていうふうになってるでしょう。私はこれ物流部にすると言ったんです、昨年。そしたら物流部とすると言えば、これは鈴代さんの会社を応援するというふうに取られかねないという人がいましてね、まあそれはいずれ幹部の 大半の意見だったので、それは違うというふうに言っていたわけですが、そうした中で交通基盤部という名前になったわけです。しかしやはり最先端の学者さんが来られると、物流というものが実は生産から流通、消費に至るまでですね、そういうことの重要性というものを捉えるという視点をやっぱり正面に出されたのではないかと思ってまして、この点はそれはそれとして一般論としても、これからの時代の経済を捉える観点としても、大事な見解であるというふうに、見ておりまして、まだ議事録読んでませんし、まあ、最終報告を聞いてからですね、今の段階でどうこうということはなく、むしろ自由に議論をしていただいて、その議論の結果を、見てからご判断を申し上げたいと思います。ありがとうございました。その他ございますでしょうか。幅岡の話ちょっと戻って恐縮なんですが、はい、3つ目の、まあ、要望のところで情報公開で住民に分かりやすくという表現があったと思うんですが、知事もずっと今朝方までずっと報告書をご覧になられたというように、あれを完全に理解しようと思うとなかなか難しいと思うんですけれども、住民説明会で一番やっぱり出たのはですね、とにかく何を言ってるかよく理解できないという意見が多かったです。だから要はつまりどういうことなんだっていう説明、なかなか中電がしてくれないので、そういった部分で住民の方がフラストレーションが溜まっている部分もあるのかなとは思うんですが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。いや、おっしゃる通りですね。一つは最初に原子力、防災安全のための学術会議を立ち上げました。でその時に大学の先生とそれから中電と両方から今回の地震に関わるご報告をされたわけですけれども、やはり大学の先生の方がはるかに分かりやすい。これは若い青年たちを相手にし、また時には社会人を相手にして、分かりやすく説明されると。中電の方は、まあ、いわば業界用語が中心になっての報告だったので、やっぱりもう少し分かりやすくという意見が出ました。ですからですね、分からないような報告をしていれば結果的に何のために報告したか分かりませんからね。ですから分かりやすく説明するということは、これはもう義務だと思っています。ただこの間有馬明人先生が、35市町の組長さんと本県の幹部を相手に講演なすったんです。でその講演は、富士の国の人材をどう、要請していくかというお話だったんですけれども、有馬先生は今回の安全委員会の顧問でもありますが、そこで言われたことがですね、データを上げて説明されたので、ここにいらした方もお気づきだったと存じますけれども、日本のその科学技術に関わる知識は高校レベルまでは高いと、他国に比べて。ところが一般社会機になるとですね、それが驚くべきその低さとして、現れると。もう高校大学レベルまで、
欧米諸国と比べて全く遜色ない、いやむしろその上を行く日本人の、まあ、現在の大人がと言うべきなんですけども、つまり、まあ、私のような段階の世代は数学なんかにおきましては高校時代、世界でトップクラス走ったわけですね。でその世代が今大人の中心を成していると、その世代のですね科学に対する関心とかあるいは知識とか基礎能力というのが国際調査によって一番この下数えた方が早いということになっているのはどうしてかということについて非常に厳しい日本の教育の在り方、詰め込みあるいはものを考えるという力をつけさせないような仕組みについて言われました。ですから我々大人もですねやはり勉強をすると、科学技術について勉強をすると、で原子力について、なぜ止める、そして冷やす、封じ込めるというこういう段階になってるんですかといったようなことについてもですね発電所の本当の詳しいことは分からなくてもそのやり方の合理性の根拠にあるですね技術あるいは科学的なデータについて関心を持っていただくということが必要なので、中部電力側もそれから地元もですねこうしたことに関心を持つと、つまり防災能力を上げるということはこういう原子力発電についての知識をやはり正確に持つということが大事 でそうしたことを通して厳しく批判することもできるでしょうし、またご説明も正確に分かるということになると思っております。まあ、そうしたことは両方からの努力によってできると思いますので、今年度はですね、中電の方にはもっと分かりやすいご説明をしていただくと同時に、我々県の防災会議といたしましても、常にこのことを自分たちに言い聞かせて我々レベルを県民全体のレベルを上げていくというような方向に、大きく舵を切りたいと思っております。どうぞ。すみません、ちょっと戻って恐縮なんですが、富士山の日のイベントの関係でごめんなさい、今見てたらですね、クルーズの予定が入ってらっしゃるんですけども、これはどういうものを想定されていらっしゃるんでしょうか。はいはい、プリンセスオアシス号、オーシャンプリンセス号という豪華ヨットが駿河湾内に何て言いますか走っているのはご存知ですか。それはですねかつて地中海でオナシスというギリシャの造船王というんでしょうかね、がいらっしゃいました。でこの、船が今日本にあるんです。これは鈴代さんの持ち物なんですけど、まあ、かつてカラヤンが乗ったり、ケネディ一家がお乗りになったりですね、ジャックリーヌ・ケネディさんはオナシさんのとも再婚されたりして、そのヨットがこちらにありまして、そのヨットから見る富士山の景色が素晴らしいということが分かりまして、鈴木さんのご厚意で、各国の要人たちがそこに乗って、富士山を見るというそういう計画でございます。何しろ富士見の祭典それ自体が何ということか、そこのホテルでしょう、アソシアでしょう。で2月23日そのグランシップを取ろうと思ったらもう予約いっぱいでないと言うんですよ。それでですね、まあ、非常にそれじゃあ富士見もできないではないかと、アソシアからだと困ったなと思ってたんですが、まあ、そういうご好意もございまして、22日の、夕方と23日の午前中だと、その夕焼けの中での富士山あるいは午前中まあ、朝焼けと言いますか、中で駿河湾から見る富士山をまだ見たことのない各国の要人あるいは域内の国内のですね方々に
お見せをするというそういうものでございます。SBS 広田です。富士山の日関連しまして、はい、知事はかつて休んでもよし休まずともよしという富士山の日を、はい、言われましたけれども、現状でいくつの学校が今年は休まれるのか、いくつの、まあ、いくつのその教育委員会が休みにしたのか、あとそれとですね、合わせて今後はもう休みを求めていかないという姿勢なのかどうか、この2点を教えてください。これは求めたわけではないですね。教育委員会の方で、休みにするべきだというご判断でですね、働きかけられたということでございます。しかし、この位置づけをね、どうするかということについて、それぞれ教育委員会の方々が試されてるんじゃないかと思います。教育委員会の委員お一人お一人の誕生日はいつかというふうに言うと、みんなすぐ答えられるでしょう。ですから、まあ、静岡県の誕生日は、広田さんご存知？8月21日でした。さすがです。さすが広田さん。こういうわけでね、これは誰かの誕生日だって言ってたな。まあそれともかくとしてね、案外知らないものですよね。ですから私は、この間大勲位と言われる方とお目にかかったお話聞いたんですけれども、静岡高校から4年間ずっと見ていたと。しかし群馬で生まれてですね、富士山というのは知らなかったと。だけど誰もが持っている文化的景観としての富士山の姿というのがあると、まあ、それは白雪をかぶった富士山の姿だというわけです。それはやはりその通りかなと思いましたね。つまり田子の浦へ打ち出てみれば真っ白にぞというのは書いてないか、富士山の日に書いてあるでしょう。あれの短歌の前の長歌っていうんですか、そこに雨土の別れし時ゆ神さびて、高く尊き駿河なる富士の国、駿河なる富士の山とこうありますよね。でそしてですね、その日の影が隠れ、そして雲がかかって時じくそ雪は降りけると、いつがも語り継ぎみかむ、富士の山とこうあるわけです。そして、田子の浦から出てみれば真っ白に雪が積もっている富士山だと、まあ、こういうわけです。その姿をですね、最もよく見ることができるのが冬の富士山だということを我々は経験的に知ってますけれども、日本中の人は知ってるわけではありません。 ですからこれをですね、富士見の冬と冬の富士見ということをしっかりと根付かせることを通して春夏秋冬の季節感を取ることをしたいという狙いがあります。でその冬から春への転換期というのをこの時期に設定したい。でそれを多くの国内外の人々に知っていただきたいと。でそしてこの間鄭太氏ともその話を、中国の鄭太氏ともしたんですが、その時もですね、泰山、中国の山東省の道教の名山である泰山と富士山との交流を通して日中友好関係をさらに深めたいという、そういう絵が確か日中友好の時に日本に送られたそうですよ。つまりですね、富士山というのは人が変わっても日本の平和のシンボルだと、その富士山が冬によく見えるということについて改めて知ったと言われましたね。ですからそういう意味でね、富士見の祭典というのはやっぱり内外の人にしっかり富士を見ていただく、そして学校の子どもたちにもそのことをしっかり、自覚してもらって、その富士の原風景を実質上の現実の風景として心に宿して、そして春夏秋と頑張ってくださいということを言う、そういう節目の日です。ですから私は、こういうものをね、休みにしなさいと、あるいは勉強しなさいと、というふうなレベルではなくて、それこそ万葉の時代から受け継がれてきた富士見をする日というものをしっかりと
富士山の日として持ちたいということを訴えているわけでございまして、決してですね日本中の学校休みになるだとというようなことを言った覚えもないし、おのずとそうなるとは思ったんですが、しかしそれを要求しているわけではありません。では静岡県に別に求めているわけではないっていうことではありません、はい、であとじゃあ現状のもし学校の数が分かる後ほど、分かってますね今4、4、5兆、ということは9自治体で9だから35のうち9ですか、35市長の中で、ありがとうございました。4分の1ですね。その他ございますでしょうか。ではお時間ですのでどうもありがとうございました。文書要請書の施行をですね、